はい、どうも、はじま九州です。髪型ね、モヒカンにしました。はい、最近髪型報告動画やめました。2ヶ月くらい髪型報告、久しぶりだな。久しぶりだ。最近なんで動画上げてなかったの、単純気分です。うん、なんだろうな、あんま言いたくないんだよな。言いたくない理由は一つと、まあ、それ以外はね、ネットフリックスでアニメ見てた。ワンピースが更新されてね、すごいですよ。ワンピースなんか、130話くらい降参って、負けたよ。なんで俺が負けが認めなきゃいけないんだよってね。もう、すごいんすよ、今、ワンピース、ネットフリックス、熱いですよ。NS ロビー編っていうのがね、まあ、ロビン奪還編までがね、終わったから、いいよ。で、次は、多分、月光森、魔のフロリアントライアングル編とスリラーバーグ編とかですから、まずフロリアントライアングル編だっけ、なんだっけ、あれ、そんなないしな、そもそも。スリラーバーグ編ですよ。いやー、まあ、でこんなに更新されたから、次3ヶ月後かもしれないけど、まあいいですね、ワンピース。もうこの勢いでちょっと1ヶ月前にやってね、もう次なんかもう、12月の更新で頂上戦争編の最後までやってほしいよね。なんなら。いや、本当になんかその勢いでもうネットフリックスはドレスローザ編までやってほしい。もうなんかね、もうフジテレビオンデマンドをぶっ飛ばしてほしい。もうフジテレビオンデマンドはなんかね、すごいんですよ。ね、なんか、なんだっけな、2000円払っても、空島編しか見れないですけど、ネットフリックスはまあ900円くらいで。900円くらい。まあ、900円だとちょっと画質は落ちるんですよ。まあ、俺が入ってたら1200円でね。1200円くらいんで入っちゃうと、ブリーチも悠々白書最後まで見れますよ。え、ついてない。豆腐みたいなのついてなかった。うん。豆腐の残りガスみたいなのついてない。喉がイガイガすんな。ああ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 。だよ、そうなんだよ。ネットフリックスは面白いけど、ネットフリックスっていうのはドラマ見るためのもんだからね、アニメ見るためのもんじゃないんだよね。でもジョジョもね、11日から更新されますよ。はい、ジョジョも11日から1話、魔女ってとある魔術のなんたらかんたらもね、ネットフリックスですよ。はい、でもフェアリーテイルはどこもやってくれませんけど、フェアリーテイルはどこもやってくれてませんけど、まあ、後々更新されるんじゃないですか。もうなんかもうコスクやんなくていいと思うよね、もう。でも、ね、日本のお金がどんどん海外に出ちゃってるけど、だっていいサービスなんだもん。しょうがないじゃん、そんな関係ないから。陰謀だとかどうとか知らんから、そんな。いいサービスなんだもんっていう。ずるサービスだもんな。すんげえお金のかかるものを、そんな安く楽しめちゃうっていう。まあ最近すごい漫画読みたくね。俺ね、なんかうぜえじゃん。ネット民かなんか知らない。みんなさ、文句言うじゃん。ワンピースでもそう、それが面白いと思ってやってんだろうけどね。まあそういう風に見てもなんかあんま面白くないですけど。もうね、面白いと思って言ってんのか知らんけど。まあ、いいんじゃないですか。もうあの人たち終わってる人たちなんで。あんまそういう意見で。そのネットブリーチむちゃくちゃさ、レビュー悪いじゃん。でもそういうのとかアニメのレビュー落としてんのって、これをネットで無料でもし出ててもそんな評価の低いもんなんだから無料でいてもよくねって風潮作り出すためにそうやってレビューしてんじゃないのかなって低いレビュー。うん、だからもうね、俺やっぱブリーチ絶対面白いと思う。なんかね、いろいろ出てないのもあるらしいけどね、なんか誰かの挽回が出てなかったりとか。いやでも絶対面白いじゃん、ユーハバッハ。俺ユーハバッハのことユーバッハって言ってました、ずっと。ずっとじゃないですか、最近ね。で、最近、ブリーチのアニメもね、あんま更新してくれなくてね、ネットフリックスで。あんま更新してくれてないんですよ、ネットフリックス。どこまでか。なんかね、ブリーチはなんかすごいアニメオリジナルが多くて、俺はなんかアニメオリジナルアンチなんで、俺アニメオリジナル、ワンピースも絶対見ないし、まずそもそも、なんかなんとか要塞編とかも、あれアニメオリジナルじゃないと思うけど、なんか盛り上がりどころなんもなかったんで見てないですけど、なんもないわけじゃないけど、見ないですね、アニメオリジナル、基本的に。うん。
いやもうなんか悪魔の手グランテだっけ、なんかそういうのもちょっとやめてほしいよな。うん、アニメオリジナル大嫌いマンじゃないけどさ、あんま面白くないじゃんアニメオリジナルってでもなんかそのペトペトの実はクソすぎるよね。で悪魔の手グランテもクソだよな。ハートオブゴールドもクソだよな。だってルフィ本気出せる敵ないの、いつもなんか後半からそのなんかね絶対楽しんでるよね、ギリギリで戦うことよね。ザラキケンパチじゃないけどなんかねギリギリで戦うことになんたらかんたらって言ってたね、ネットに転がってる画像で。初代ケンパチがすごい人、何の人だったっていうのなあ、もう面白いなって思いますけど、まあバキも面白いですね。すごい言われようですけど俺も面白いと思いますよ。そのなんかね すごい人たちの作品になんでお前がそんな上から目線で物を言えるんだよって話なんですよね。すごい気持ち悪いよね評論家気取りって。いや評論家キモすぎだもんな。俺も評論家なんかやめたんですよ、 YouTube 評論家とかなんかねディスんの寒いじゃん、雑魚じゃんそんな、雑魚すぎるからやめたよね。なんかググググググとかなんか動画でね昔言ってたんですよ。でもそれっていうのは数字が欲しいだけで、でもそんな偽りの数字なんでね、それで増えた数字なんて。うん、だからもう俺はただただ今喋ることが好きなんですよ。でなんで動画上げれてないのって、単純にっていうね口癖なんですよ。あの単純には意味ないです。もう単純に普通に普遍的にもう3つつなげる言うか、単純にね、単純に他の楽なことやっちゃうんですね。楽で楽しいものをやっちゃうんです。動画見たりとか漫画読んだりとか。漫画読んだりってあんま俺漫画読んでないすごい声でかいな、いきなり声でかいな、腹から声出すね、いきなり喉から出しとけ、最後まで喉から出せよ。だから喉痛くなるんだよ、腹からどっこれ出そう、これ出そう、あーあー。まあね、いやー今日ねレインボーサンダーが届くんですよ。フライングゲットビー、フラゲビー、フラゲビーってなんかフラゲってなんか下品だよね、フラゲってなんか字面下品だよね、なんも下品じゃん、フラゲってね。それは俺がダメなんだ、俺の心がね黒く墨澄んでるからね。適当だな、適当な表現出すなよ、わからないからって。わあ、ローサダロー、ローサダロー、レーボーノー、果てさんだろう、あなたの彼方。あ、歌っちゃった。歌っちゃダメルール作ってたんだよな俺。まあ、座って喋ろ、めんどくせえから。まあ、最近何、12日ですよ、まあ、多分あと2日サボるんで、もう2週間動画休んでるんですよ。あれですね、もう単純には使おう、もう口癖だからしょうがない。もう単純にね、いや単純にって言いて、だから言う。うん、それでいいんだ。まあ、最近ね、すごい太ってる。太ってるとこの子が臭いんですよ。もうこう、こうなんですよ、もう。ここでなんか、暗。納豆を作るところみたいな。違う、納豆の匂いはねあんましない、するときもあるけど臭いんで、デブになるとねこうやってなるとこれ、ここでなんかねもう匂いを閉じ込めて、汗を閉じ込めてギューってなんか臭いんですよ。もうデブだとやっぱ臭いね。うん、嫌だな、臭いの嫌だ、臭いの嫌だな。あーひー、いや、吠えただけです。でも最近 YouTube 見てないんですよね。なんか水溜りボンドもあんま見てないし、やっぱ絶対ヘキトラハウスは見るな。で東海オンエアも水溜りボンドもあんま見なくなった。ヒカルさんはもうなんか見てないね。じゃあカルピン聞いてみる。なんか俺はやっぱ全然好きじゃない、当然に好きじゃない、漠然と好きじゃないってわけじゃないけど、いいものではないでしょって話で。
それはまあ売れ、それは売れるっていうのはね当然だと思うんですよ。でもね売れることは当然なんだよな。そんなこんなチャンネル登録者数とかいるインフルエンサーが何かやったらそれはね売れるに決まってるんだから、いいものを作るわけじゃないんですよ、お金なんですよねと俺は思うんですよね。いいもの、いいもの、いいものを作るわけじゃないでしょ。あの人たちは単純に売れたいからとかお金のためじゃないの。そんな、うん、まあ、好みじゃないっていう、まあ、どうでもいいなって。俺ヒカルさんは全く見なくなったな。俺はなんだろうな、ヘキトラハウスはねすごいっていうのかな。ああ眠、寝ちゃおうかな。もうもうね、サボってばっかりだけどいいでしょ、サボるのが人生ですから。ハッピーゴーゴー、ハッピーゴーラッキー。あ、歌っちゃった、歌っちゃったよ。歌うのなしにしてるんですよ一応。どうしようかな、何を見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 ようかな。いて、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 デルデルデルドゥー、歌っちゃった、歌っちった、歌っちった。すごい口から唾が飛ぶ。じゃん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 うんち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 うんうんうん、いやー連想連うんち、まあね、喋ることあるけどね、なんでこうも、これね、今普通になんだろうね、住所の情報が載ってるページ見ちゃって、メガネに映ってないかなとか思っちゃって、そういう恐怖が今湧いてきた。映ってないよね、でも映ってるけど映ってないな。ああ。眠、もう寝ちゃおうかな、いつも眠いな、どうしよう、まあいいや寝ちゃおう。
やっぱツイッターはネタの宝庫だな。人のことを憎み始めたら暇な証拠。俺成瀬さんはね、に憎んではないよな、成瀬さん。冒険が好きすぎる星野源が作詞した歌詞だから、冒険しよう、一緒に冒険しようってですね。であと深夜の激太り同好会、歴史の傍観者、プリンデストロイヤー、プロハナホジリアを添えてっていうね、動画なんか95回再生されてますが、低評価6です。まあ、これは深夜の激太り同好会なんでいいんですけど、まあすごいね、地団だじゃないな、なんだな、貧乏ゆすりか、すごいな。なんか喫音症が単語になっちゃうのかって、いや喫音症にあんまり知識なくてもいいだろ。喫音症ってなんかあるじゃん、どもるってさ、今結構どもるって、いやなんでどもってるか理由あるんですけどね。そのなんだろうな、これは単純にどもるわけじゃないんですけど、すごいんだよな、外人ムーブがむちゃくちゃ多くなった。やぐね、すごい足ずっと動かしてこうやってなんかね、こうやってパンパラ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 ってやってないとね、気が落ち着かないでしょ。やばいなこれ、こうやってね、すごいな外人すぎんな、喋ることねえなー、あるけどねえなー、寝よう。まあ今日も違うんですよね。俺なんかね、動画撮る時間がいつも眠い時間帯になるんで、今日の夜もね、頑張って動画撮るわ。今日夜、どうせお父さんに、そんなね、うわーってもなんかね、暴れなければ、ね、なんかなんとかなるし。ああ、ということでね、あざした。でも今日は結構まともに喋れたかなって言ったけど、でもやっぱり、なんかぼーっとしてる時間が長かったな。眠いんだよ。あと、レインボーサンダーが待ち遠しいんだよ。ザック・ロマニオンズ。あ、切っちゃった今。その、外事遊びをしたいがためのね、外事っていうのもね、まあ、そのね、ね、うるさいなっていう人もいるよね。その、ちょっとごめんなさい。俺ね、頭が良すぎるってわけじゃなくて、単純にね、相手に伝える気がないんで、うるさいなってやついるじゃん。外事とか IQ40 とか、本当の IQ40 の、そういう面接見たことあるんですかみたいなことを、なんかそういううるせえなお前っていうやつはいたけどね、うるさいなお前はってっていうのはありました。うるさいね、そういう人。なんかユーモアだ、まあとは思いますけど、きしょいなって思うよね、そういうなんかいちいちって何なんですかっていうのはあるよね。あれムカつく、無性にムカつくよね。でもそのなんなもん、
すごい髪型だな。でも本当はね、眉間くらいの細さにするつもりだったの。これくらい、これくらいにするつもりだったんですけど、今度はね、なんかあの美容院とかでプロに頼んでね、すごいよ、これミシュランマンみたいになりましたね。太りすぎて今俺体重103キロなんですよ。で、100キロの人が痩せるとかいう、100キロの人が痩せましたっていうの見たけど、そいつ95キロなんですよ、うん、俺今103キロなんですよ。わかりますか、8キロ違うんですよ。やばくないか。あー、その俺103キロなんで今、うん。でさっきもなんかよくわかんない料理食ってすごいまずかったなって、よくわかんない料理って自分で作ったんですよ。オーブンで豚と鶏肉焼いて食ったけど、まずくてね、もう嫌だなって思っちゃって、うん。でなんかあの、俺豚と鶏肉がまずかった時ってすごい悲しくなるんですよ。あいつらってなんか生で食ったら危ない食材じゃないですか。でそういうものを食ってまずいなってなった時、あいつのやばい菌がもしかして焼かれてまだ生きてるんじゃないのかっていう、その負のマインドに陥ってふんシュンってなっちゃうんですよね。うん、で今日もちょっと気持ち悪かったです。そういう負のマインド、マインドっていうか精神っていうか状態、精神状態になっちゃうんですね。まずいものを食ったし、そいつの調理間違えたらやべえよみたいなものを食った時、まあ日常における、まあ、豚とか、そういうのを食った時は悲しくない。なんか青白くない、青白くない、すごいな。まあ光の話は知らんけど、知らんけどってキモいよな。なんかもうひねくりすぎてな、知らんけどっていうのもすごいキモいと思うんですよ。っていうなんか ひねくりすぎ人間なんで、まるまるかもしれんけど知らんけどっていうの、うん、あはい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 って俺はなっちゃうんですよ。もうひねくれてるんでキモいなって、知らんけどってキモいなって、なんか関西弁使うなってなんか思うんですよね。俺関西人じゃないですけど、まあ、関西人もエセ関西弁に怒るなよっていうのは思うよな。そんな怒るか、外国の方がそのこんにちは、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 こんにちはみたいな感じで言ってて怒るか。俺は何とも思わないけど、それはね、こんな距離でね、こんにちはで、ね、もうこっちにね、外国人二人こんにちはってなってるんだったらシュンってなっちゃうね。うーんじゃないんだよ、怒る、今の怒る絵文字ですよ。怒る、その岐阜、岐阜じゃないね、怒る岐阜ってね、岐阜 GIF の方ですよ。 GIF で綴り間違ってたら、ね、何か違うものができてしまいますからね。もうね、まあ、気持ち悪い話ここから始めるんですけどね、ずっとね、やっぱりやめた、気持ち悪い話したくないんで、そういうなんだろうな、なんだろうなっていうのはね、あのいいです、もうもういいです。すごい深刻、深刻じゃないんだよね全然。ヘイジュン、ヘイジュン、ヘイジュンっておかしいよな、んやる気ないな。まあええよ、喋るの楽しいんだけどね、久しぶりでした。でもなんか罪悪感出ちゃうんだよね、やっぱなんかみんなが待ってるしね。194人、まあ、また1人減りましたけど、2人減りましたけど、まあ減るのはね、まあ、僕的にはいいことだと思ってる。いいことじゃねえけどね、減るんだったら2万人持ってこいと、1人減るために1万人持ってきてくださいと、お願いします。眠いねしか言ってないんだよね、基本的に。基本的にっていうか、もうベースとして、もう基礎として眠いんですよ僕は。動画撮ってる時いつもすごい眠くなる時に撮るんで、もう寝ますといつ撮っちゃうんですよね。いやもったいないな、もう。でも親がいる時間はなんか違うもん、親がいる時間はそもそも動画撮れないんですよね。どうだす、今日結構良くないか、光加減、影がないんだよ。うん、良くないか、顔がすごいなんか死人みたい、死人っていうのは死人を見たことがないから何とも言えませんが、すごくないか今日、影があんまない。あ、俺死んでんのか。いや、そんな解決ないだろう。
何が映ってますか皆さん。あ、外じゃねえかよ、びっくりした。外じゃねえかよなあ、みんな見てますけど、外じゃねえかよ。外の風景がメガネに映っとったわ、映っとったわ。へえ、すごい汚い下、これやっても何も変わんないんですけどね。いや外映ってた、外のなんかこのこういうのが映ってた、うん、いやこういうのが何か分かんない、分かるけどね。今俺外の景色見えてるから何が映ってるか分かるけどね。うん、もう嫌だな、もうそういうことしちゃうか。こうやってこうやっちゃえばいいけど、いいや、外なんで映ってもうるせえし。これだと映るのかな。これね、あのどの強いメガネなんですけど、どういう、うわ、むっちゃ映る、むっちゃ映ってた。今ちょっとガチでちょいゲロった。ゲップとともにね、ゲロが来ちゃった、ごめんね。レインボーサンダー早く聞きたいな。あ、まあいいか、話すか。やっぱなんかね、あるんですけどね、最近また可愛い、俺がずっと可愛いなって思ってる子がいて、その子となんかね、あの LINE なんだよ、 LINE がねゲッチュできたんですよ。また、まあなんか引きこもってた時にね、気持ちがシュンと落ちてた時になんか全部消したんですよね、 LINE。 その可愛い女の子がね、いや、まあ可愛いなって思ってるんですけどね、可愛い女の子のインスタグラムを見つけてね、いいなと思ってるっていうね、気持ち悪いストーカーですけどね。まあいい、超いいんですよ、超。そう、この話ずっとしたかったんですけど、気持ち悪い。まあいいか、それを話すのも YouTube としていいと思いますが、もう俺どのくらい好きかっていうのね、その可愛い子が好きかっていうと、音楽、食べ物、音楽でしょ、食べ物でしょ、なんだっけな、音楽、食べ物、面白いもの、その可愛い子、こうもね、すごくないか。音楽ってすごい、今まで何百年何千年と続いてきた人にもひょっこりね、その10年やそこらでシュンってこんなのが入れちゃうんですよ。食べ物、面白いものとかに入れちゃうってすごいなって思って、いや恋はいいなって思って、恋はいいぜって話、ちょっとカッコつけてね、いいなって思うけどね。くそー、結婚してよ、その子と結婚して。でもお金がね、俺にはなんでか働きたくないから、働きたくねえんだわ。なんで働きたくないかって、嫌じゃん基本的に。で俺はもう働きたくないんだっていうのを押し通してね、もう生きてこう、もうとにかく働く、もう俺も見てる人も働きたくない人はね、働かないで生きてこう。俺はそれで YouTube やってる。だから YouTube でね、まず直前でね、あのマジでなんかね、本当によろしく YouTube。 でもね、稼げないからな、 YouTube も稼げないからね、稼ぐ、お金いっぱい欲しいっていう意味でね始めたんですけどね。でもね、途中からね、マジでこれは本当なんですよ。いや、それでなんかいい話にすり替えようとしてるとかね、言ってくるやついるんだと思う。俺はもう消しときます、そいつら、あの邪魔なんで。いや、じゃあいい話にしようとしてんじゃん、それじゃ。いや本当に楽しくなってきちゃって、 YouTube 喋ることむちゃくちゃ楽しいな。いや、そがもう本当やばいな。そのもう恋で胸がキュンキュンして、その子のことしかずっと考えられないんで、この何日もねずーっと言って休んじゃった、うん、休んだ理由っていうのはね、単純になんかもう寝て、もう寝ながら妄想するって、枕について寝て布団をかぶると妄想ができるんで、僕は濃い妄想ができるんですよ。その妄想がしたいためにずっと寝ていっちゃって、でガチ寝をしてを繰り返して、俺はもうベッドが好きになりました。はい、もうね、気持ち悪いこと言うけど、もう寝たらそのこと会えるんで、妄想で。夢の中じゃ絶対会えないんで、夢の中だったらなんかね、足がぶってふがしみたいなね、なんか毒を持たないタランチュラみたいなやつがね出てきたりするんですよ。マジやめてくれよって、なんで夢で可愛い子に会えないのに、足がふがしみてえにギュッて毛が固まった気持ち悪い雲みたいなやつがこうやってさ、やってさ、ちょっとふざけてね、ちょんちょんちょんって、なんかそのここのね布団叩いてくれたら、なんでこっち来んだよお前って、ちょんちょんちょんってこっち来てもいいよみたいなね、ちょっとふざけてやったら飛んできたんですよ、そいつが。うわ気持ち悪いなと思って、それで冷めました。それ怖え雲なんですよ、もうむちゃくちゃぶって
なんかぶってぶって足のなんかもうギューってもう巻かれたみたいな、やばいね、毛をギュッギュッギュッってしてもこれ以上凝縮できねえよみたいな化け物にあってね、うん、それは怖いってなったし、もうね、でもう外出れない理由も虫、今の季節、前もなんかね、俺今ね部屋ねカーテン一つもないですよ、シャッターも閉めてないです、シャッター閉めてたら雲が入ったんで、でもずーっとカーテンもなし、窓開けっぱなしなんで、あのここら辺でパンツいっちゃうんでね、あのベッドの上でペン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 してるとね、あのここら辺にね、あのここら辺に何も通りませんけど、いや、あの情報をね言おうとしちゃったんで、やべもううるせえなと思うな、悪いやつのせいなんですよ、いい人ばかりだったらね、住所でね嫌がらせされないのに、ムカつくようなクソ野郎が、暇人がよ、もう先に怒っとくわ、うん、腹立つ、お前はなんか俺とおしゃべりしろよ、俺とおしゃべりするだけでいいだろ、そんな、はあ、まあね、まあすごい丸見えなんですよ俺の部屋は、うん、超丸見えマンなんですけど、それでストレスは最初はあったけど今はね、うん、うん、でも全裸だったらあって、でも前はなんかね、うん、前はなんかねすごい個人情報言いそうになったわなあ、まあいいよ恋はいいぞって話、いやでも可愛いもんっていいなって思った、うん、そうでもな、そう、魅力研究会としてはもうね、俺魅力ねえんだよ、うん、いや魅力めちゃくちゃあんだけどな、本当はそういう俺の好きなのも多分ね、あんますげえやつじゃねえと思うんで、すげえ優しい人じゃないと思うんで、そのすげえ優しいってのもなんかね、もう俺の優しいってのはちょっと都合がいい部分になるんでね、無理だなって、ムカつくなって思ってます、不甲斐なさにね、むちゃくちゃ魅力あんのにな、こんなに面白いお話できて、こんなに面白い話出てくんじゃないのっていうノリで喋れる人間、もう面白いこと何一つ言いませんけどっていうのが、面白いこと言ったみたいなね、そのオーラを出すっていう気持ち悪さありますね、はい、まあね、ムカつくな、うん、でも可愛い女の子いいなとは思ってます、ずっと思ってる、うん、でもなんかね、まあいいや、いやでも漫画だ、漫画面白いんで、ジョジョもなんかすげえ読みたいし、でもカラー版があるならカラー版買いたいじゃん、高いんだよねちょっと、あーつこんにゃー、ひまにーだららー、ふんばだふー、おーこんなーにーにまだなめーなー、ふんばだふー、まあね、あと最近ね、左足がすごいおかしくなるんですよ、なんかね変な方向に足を広げるとベキーってとんでもない激痛がするんですよ、なんか膝が外れてんのかなって、僕ら痛いんですよ、それもやめて、それもね太って筋肉今なくなってきてるんでね、そー趣味があって可愛い女の子どっかにいねえかな、いいね、気持ち悪すぎて、今の自分が可愛い女の子いねえかなって言ってんのと、でも普通に気持ち悪くなったのは回ったからです、肩もなんか痛いし、痩せなきゃな、痩せてモテるってわけじゃないんで、普通に痩せてね、奇怪な動きがしたい、体力が欲しい、もうね痩せなきゃ、肩むっちゃ痛いし、こんななんか方法があんだよ、こんなんか2秒で肩が治るみたいな、そのトレーニング最後まで見てないですけど、ああくそー、全部思い通りになんねえかな、無理じゃないかって思うよね、いやそのなんだろうな、もう好きって感情うぜえよな、もうなんかもう優しい世界であってほしいなっていうのは思ってますね、でもやっぱ俺はなんだろうな、
それ容姿が悪いっていうのもちゃんとそれでお金をしてるんで容姿が悪いからお金あげますよっていう容姿がいいからって言ってお金あげるわけじゃないけどみたいなそのお金を取るわけじゃないけどっていう世界になってくれ。血相悪くねえか顔すげえな血の気がないな。うん最近全く外出ないんですよ。外出たくないで単純にね超めんどくさいんですよ外出るのは。もうとにかくめんどくさくてねそれ病気なんでマジで今治そうっていうんですけど全然病院行ってないんですよ。めんどくさ病みたいなのがあってないんですけどね普通になんだろう極度にめんどくさがりやでまた引きこもっちゃったんですよ。僕は一応ねすげえ明るい引きこもりに引きニートなんで超世界一明るいかな俺は世界一明るい引きこもりニートなんですけど開き直ってるって意味の方が合ってるよね。外出たくないな家最高だな。すごい髪型だな。はいどうも、ありがとうございます。はじめきゅうしょうです。早く YouTube 人気になんねえかな。面白い動画いっぱい作ってるけど意外に俺 YouTube やめてないよね。うん、一応 YouTube 活動してからもね2016年の1月くらいから活動してるんでもうすぐで3周年になりますがこのチャンネル自体はねまだ1周年と9ヶ月かな。うんそんな感じ。ララ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 ラ。へへへが出るふんふん。すごいですね俺のチャンネルなんか、うん、クリスマスに作ってるんですね。クリスマスイブに告白したら振られてそのショックで反動的に作ったチャンネルみたいになってますね。すごいな。普通に作ってで活動が1月9日くらいかな。普通にね楽しいね。 YouTube 喋ることやっぱ楽しいんですよ。でもな聞かれたくないんですよね。こんな喋り方してないんで僕は喋ってる時こんな感じで喋ってないんで親となんかねもうこういう喋り方でなもう人気になって金欲しい。お金でいっぱいもらったら漫画いっぱい買っちゃおう。漫画いっぱい買っちゃおう。うん漫画いっぱい買って無駄にぬいぐるみ買って無駄にスマートフォン買ってあと何しようかな。あイヤホンだ。イヤホンもね、今欲しいものリスト、欲しいものリストを作ってるんですよ。単純に、なんだろうな、ブックマークバーみたいなのに、お気に入りみたいなので、バーって入れて、それをなんかもうギュッて全部買ってさ。くそー、金欲しいな。楽してめっちゃ金欲しいな。すごい笑顔で言うんですよね。みんなも楽して金欲しいよな。そう、みんなそうだ。でも、俺は面白いから稼げないかな。うん、悲しいな。うんちうんちっち。最近なんか目に見えて面白いことができなくなってきてるんですよね。でもなんか楽しさの方が楽しいんですよやっぱりこっちの方がね。楽しいんですよこっちの方がこうやってだらだら喋ってる方が楽しいんですよね。
どうもこんにちは、真島清志郎です。今日喋ることは特にないんですが、可愛い女の子いいな。でも俺は陰キャか陽キャどっちなんだろうな。俺どっちでもないし、絶対陽キャないんですよ。絶対陽キャないんですよ。陰キャかって言われたら、そう、陰キャが嫌いとかじゃないですけど、まあ陰キャなんでも、陰キャでもなんでもないんだよな。孤立してるんですよ俺は今。絶海の孤島にいる感じない。陸の孤島っていうか、マジでね、確かになんかマジでやるとも連絡、その可愛い子としか連絡取ってないんで、取る気はないんでね。可愛い子以外とは、なんだろう、もうみんな可愛くなってくんねえかな、もうマジで。みんな可愛くなればいいのに、それでその中でブスって言うけどむちゃくちゃ可愛いみたいになればいいのに。そうなれよもうなあ、世の中ブスってかわいそすぎるだろ。俺もなんか何とも言えない顔してるよな。何とも言えない顔してるわ。鼻くそ見えた。こういうこと平気でしちゃうんだよな。イケメンだったらいいよ、高身長で。俺背も低いもんな。背も俺低いんすよ。多分今157あるかないか。身長伸びないね。いやー伸びねえ。くそー。どうやったら好きな子と結婚できるか会議。まあ僕はその人がいいなと思えるものを何一つ持ってないんですよ。まあ何一つっていうかね、まあ本当に何一つ持ってなくて、難しいですよね。どうしたらこっちを振り返ってもらえるのかと考えた時にね、今から作れそうな魅力一つ、お金、お金なんですよね。まあ YouTuber でね、この持ち前のね、面白くて突飛なキャラと言ってますけど、そんなに突飛でもないし、そんなに面白くもないキャラではございますが、なんともね、つかみどころのないっていう、なんだろうな、つかめないんだよな、そもそも。っていうなんか、幻影のような存在ではございますが、まあ面白いです僕は。はい、面白いです。ですがひねくれてます。そして臭いです。そして不潔です。いやー、モテるわけないんですよね。で太ってるんですよね。でも好きで太ってるわけじゃないんですけど、これだけは言わせてください。好きで食べてます。好きで食べてます。好きに食べ物を口に運んで、好きで運動してません。運動したくないから運動してません。はい。でもデブって言われてもね、なんとも思わないわけない。そいつマジ死ねとしか思わないです。本当に。もう俺の方が面白いからな、お前。な、何もつまんねえことしか言えねえくせに。つまんねえやつが俺にデブって言うな、としか思ってない。最近もなんかキモいってコメント来たんですけど、お前ら口を開けたらキモいかデブしか言えねえのかよっていうね。あと、キム・ジョンウン。なんで俺をキム・ジョンウンって呼ぶの？いや、本当はね、俺の視聴者とかいるじゃん。むちゃくちゃ悪いやつなんです、本当は。もうなんかひねくれてるんで、お前ほんとつまんねえからな、この野郎とか言ってやりたいんですけど、でもそうしたら視聴者いなくなるじゃん。でもいいかな、もういなくなっても。そんな視聴者いらないっていうのもね、そしたらなんかもう暴走しすぎだけどね。視聴者厳選しすぎだけどね。右マイスミユさんが、ね。これですね、俺のショートコント。26割増しの牛カツ丼っていうね、よくわかんないショートコント作ったんですけど、ちょっとショートコントやってみようかなと思って。あと、オレオレさんからキモいって言われたけどね、うるさいなとしか思わないな。気持ち悪っって、こっちが言いたいわ。お前に見ず知らずの人間にいきなりキモいって言うんや。まあこれ、草薙剛のポテトを食べるぞのモノマネですね。はい。うるさいな。批評すんなよ、お前らや。ひねくれてんだよな、俺も。なんか最初の5秒で終わらせたら完璧だったに対して、不完全なくらいが人間味あっていいでしょって、いいコメントだな。 L サイズのポテト3個ぐらいは来そう。ポテトは主食にしたく、まあ主にしたくないなっていう。 L サイズのポテト3個ぐらい食いそうって何なんだよ、その
ポテトと絡めるなよ、気持ち悪いなって俺すごい性格悪いんで、いや無理やりポテトにこうやるなよって、もうそれはなんか水3リットルくらい飲めそうだったらねえ、まだなマジで意味わかんないですけど、意味がわからないですよ。ポテト L3 個ぐらい食いそうって言ってね、食いませんからね、美味しいポテト3個ってどこのポテトだよって話だけどな、うん、どこの L のポテトだよって、マックだろうけどマックだから。We are high loss。 お前が食べるのは豚肉だろ。あ、てかそしたらいいや、行間を帰ろ。あ、てかそしたらともぐいかって、豚肉、あ、こいつはすごいコメントしてたやつだな、いっぱい腹立つなこいつ、ほんと死ねよマジで。お前が食べるのは豚肉だろ、いや美味しいサーモン、さサーモン最高ってコメント俺はやってます。美味しい、この時はなんかねすごい韓国の人がねバカみたいにサーモンをむしゃぶり食らってたのを、むしゃぶり作ってたっていうか、まあまあむしゃぶってたってよくわかんない、もう食ってたんですよ。それ見ていやサーモンいいなって思ったけど、あのスシローでサーモン食ったらまずって思ってね、あんま食わないです、もう食わないって思いました。スシローのなんかトロサーモンのなんか油の部分硬えなって思うんだよな、美味しくないよねサーモン、むちゃくちゃディスるけど、美味しいサーモンはとことん美味しいけど、スシローのサーモンは美味しくないよな、なんでなんで、うん、いい気持ちにならないよねスシローのサーモン食べても。いやサーモン批判するわけじゃないけど、なんかサーモンだな、なんかうん悲しくなっちゃうよね食べたら。悲しくなるって、そんな食い物ねえだろ、ね、こいつはなんで俺にこんな突っかかってくんだろうな、気持ち悪いな。ドナルド・マクドナルドさんがずーっともうなんかこういうコメントばっかりしてきて、あんま一応ドナルド教の布教っていう動画だけど、とっくの昔に俺もドナルド教のネタ飽きたからさ、あんま絡みたくないんだよ本当は、でも絡まないでいようかなと思いますけど。あとこういうよくわかんないコメントもムカつくんだよね、なんかね、株式会社コートコーポレーションさんがラファエル14世は投稿しないんですかっていうね、ね、ラファエル14世のことを気にかけてくれて嬉しいですけど、なんで投稿しないかってめんどくさいからっていうのと、マスクが臭いんですよラファエル14世は、あれすごい臭いんですよマスク、なんかマスクの匂いがして嫌だなって思ってつけてません、臭いの嫌いなんでね俺はね、人間の嗅覚の5系倍くらいねあるんで。夢を語るよ、はじまきよしろう、19回だけど、風呂上がりからのロングロング雑談は52回なんですよね。まあ、これ1時間10分19人、誰か見てくれたってことだけ嬉しいですけど。あ、右前すみえさんが見てくれてる。嬉しいな。でも結構誰か見てくれてるんですよね、俺の動画。嬉しいな、やっぱ。アナリティクス見れば誰がどこまで見たか分かるんですけどね、誰がは分かんなかった、ごめん、どれくらい見たのかって、平均で何分見たのかっていうのは分かるんですけど、あー動画もちょっとなんかとりあえず撮んなきゃな、一人の時間がないっていうかね、一人の時間にいつも寝ちゃうんですよ、だから生活リズムもちょっと変えてって、本当はむちゃくちゃ話したいんですよ最近ね、いろんなものが買いたいなって思ってたんですけど、欲の発散ができてなかった、おしゃべり欲がね、むっちゃ俺しゃべりたいんですけど、ずっと抑制し続けて、今日も眠いけど、その睡眠を削ってね、しゃべってるんですよ、ございますか。そうね、ヒカキンさんのなんか、よくわかんないムーブじゃん。みたいな。ヒカキンさん、こういうムーブするときあるよね。あ、吐いて、そうなんです。銀歯取れたけど、そのまま放置しちゃってね。歯磨き最近してないな。あ、今日歯磨きしよう。レインボーサンダー届くから。
最近なんかね動画全然出してないね。飽きたわけじゃないんですけど、なんで動画上げないんだろうなって言ったら、なんだろうね、他の娯楽に行っちゃってるんだよね。楽しいんで、喋るのむっちゃ楽しいんだけど、この喋りのこの声量でさ、親がいるところではできないわけ。親はいてもいいって思うけどさ、ねえ、いやー、でも喋るのやっぱ楽しいね。もっと喋りたいけど寝たい。だから今日はここまでかな。本当もっと喋りたいんだけどな。だから今日の夜、まあ、いやでもな、親がいるところでは喋りたくないから、じゃあ明日の朝だな。明日の朝親が行ってからまた喋りますか。そしてもうちょっとね、もうマジで一回そのね、さっきね、すごいここを歩いてる前にいつもね、俺喋ることはずっとしてるんですよ。動画にしてないだけで一人喋りはするんですけど、いや面白いこと言えたなと思ってここに来ました。でも今日も面白いこと言ってないね。なんか面白いなんか感じでは言ってるけど、面白いこと言うんじゃないかこいつみたいなね、期待させるだけさせてね、なんか何も面白いこと言わないもん。何もしょうがない、それは楽しいが優先だから、うん、楽しく喋ろう。あと最近まあいいや、ワンピースマガジンについてきた手配書をね出したんですよ。でね、くしゃくしゃにしてみてっていうのあってね、いいんですよ、くしゃくしゃにしていいらしいんだけど、したら最悪だったね。ふざけんなって思っちゃった。くしゃくしゃにしたらもうなんかね、もうルフィのね、モンキー・ディ・ルフィのね、手配書がくしゃくしゃになって、当然のことで白いシワがベー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 でね、やりやがったなって思って、それで2冊目買わせる機会をって思ってブチ切れそうになりました。やっぱマニアはお金かかるからな。もうくしゃくしゃにする用としない用と保存用2つみたいな、うん、鑑賞用みたいなで入れとく用みたいな、なんかもうそうですからね。なんかあれだよね、ダビデさんっていう白なんかソフトバンクのお兄さんがなんかスーパーマンのフィギュアをどうたらこうたらされたみたいないうのを見てね、それすごい昔の話なのかな、昔の話っぽいけど、まあ悲しいなって思ってね、普通に。うん、なんか大切なものをそうやってやるってひどいよね、なんか。うん、だからもういいんだよ、もう人類はそういうなんかたまにゴミが混じってるから、あのもうね、結婚だってしたくていいんだろうな。うん、本当にもうね、結婚なんかできないし、そもそもな、俺は魅力ある人間なのになって自分で言っちゃうんですけどね。うん、魅力むちゃくちゃあるはずなんだけどな。まあ面白いから伸びるってわけじゃないからね、 YouTube は。うん、それちょっとおかしいよな。まあいいや、まあね、早く動画で伸びてね、お金いっぱい欲しい、お金いっぱい稼いで無駄遣いする。あー、無駄遣いするぞー、あー無駄遣いするぞー。なんか税金もすごい取られるらしいからね、なんかなんでそんな税金持ってくの、やめてくれ。でもずるいよね、政府は働かないでそんなにお金もらってさ。あ、違うか、公共機関か。How do you do? ご機嫌いかが、ご機嫌なな、あめおまに。また喋っちゃった、喋るのす、あ、歌っちゃった。歌うのむっちゃ好きなんですけどね、後で見返した時ね、キモって思っちゃうので、見返してて、なんで本の形してんだよ、なんでブックなんだよ、なあ、こうだろ、こうか、こう、こうだ、こう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 だろ、なあ、まあね、ううまあね、可愛いことキャッキャウフフをするね、妄想がしたいんで俺は寝ます。可愛い女の子は最高だ、可愛いもんは最高だ、うん、こういう顔じゃないとそういう話題に触れられない。もういいな、モテてえな、こ
好みの女の子からモテてよと言いつつね、全く対策をしないって。でもさ、無理じゃない？無理じゃん、その世の断りとかそんなのどうでもいいんだけどさ、どうやったら可愛い子と付き合えるのかなって思ってね、うん、無理だなって思って、できないわ、その勇気とかそんなんじゃなくて、うん、相思相愛なんて存在しねえんだ、無理だ、どっちか我慢しなきゃいけないのなんて無理だな。いないのかな、俺のことが好きで俺もその人のことが好きな何かないのかな。まあいいや、どうでもいいし、どうでもよくないけどね、全然どうでもよくない。いっちょ知って、でもデートとかしたくないな、マジでめんどくさい、外出たくないから、もうずっとベッドで一緒に寝てたい、ベッドで抱き枕として可愛い女の子を抱き枕にしたい、うん、それで十分です。僕は結構ハードル高いけどな、なんでデートしなきゃいけないんだろうな、デートめんどくさいな、宅配でいいのに。これなんで外出る理由なんで、ご飯しかないですから、うん、全部ネットでね済ましてるんで、なんか外出る理由が全くないんだよな。映画館か、映画館行って、あのうめえポップコーンとなんかよくわかんねえサイドメニューとバカでけえコーラ飲むくらいか。ああ、かわいい子と一緒に外出る理由、ライブだと、ライブクロマニオンズのライブかな、うん、次大阪に行くんです、大阪のねとこチケットが当たったとかなんたるで行くらしいですけど、まあ、大阪怖いですから、大阪怖い街、うん、なので大阪怖いもんな。でも思ったんですよ、お金あってもそんな意味なくない、可愛い子と付き合えなくない、そんなじゃ無理じゃんって、なんかもうムカつくな。お金あってもなんかそのさ、なんだろうな、そういう良さを知ってる、相思相愛の良さを知ってる人からしたら、いや、いいんでって、ムカつくなって、ひどいよな。うん、お金、あと俺結婚式嫌だな、するとしても俺の話で、いや結婚式嫌だな、俺はそんな人間いなくてもいいもん、何もいなくていい、もう2人だけで結婚式したい、場所だけ借りて、そのすごいグダグダにして、なんか3日間くらいかけて結婚式をやるって言ってね、新婦の話を自分で読んでみたいな。いや人が嫌いなんだよな俺、医者嫌いなんですよ、理由なくね、単純にね俺は医者が嫌いです、理由はないです、でも本当に嫌いなわけじゃないです、病院が嫌いなんですよ、行くまでが嫌なんですよ、憂鬱でね、だから行きません。だからそれがちょっとでもなんか緩和されるような薬を今から探しに行きます。精神病ね、精神病を治したいって言ってもね、お母さんも病気だからとかなんだからうるさいなって思っちゃってね、悪いけど、だったら早く治してくれってね俺は思っちゃった。でも全然治す気はないですからね、仕事とか忙しいとか理由して、早く精神病院行けよって思ってさ、そんなに病気言うんだったらよって心の中で思ってるんですよ。言いたいですけどね、言いませんよ、そんな人を傷つける言葉なんで、うん、マジで早く病院行かなきゃな、もう精神病全部治して、なんだろうな、病院に頑張っていけるような体にしなきゃダメだ。世の中お金じゃないのムカつくな。果たして僕は結婚できるんでしょうか。でも子供も産みたくないしな、その子供も産む行為も嫌だし、子供嫌だしな、その好きな人がその子供に目移るわけでしょ、可愛いなって子供うざくないそれ、うん、独占欲とかじゃないんですよ普通に、それは子供はね、そのね、すごい最近気持ち悪いなっていう、なんかこう、なんかね、もう全然俺潜在犯ですから、子供できたらね女の子が欲しい、うん、そういうことしか考えてない、スケベですね、うん、そういうね、もう女の子がいいな、子供できたら可愛い女の子がいいな、うん、可愛いのってなんでだろうな、なんかないのかね、可愛いっていいな、でもやっぱ可愛いって言われたらね嬉しいかっていうとね、まあまあまあ嬉しいです、
嬉しいです、嬉しいです、うん、でも可愛いしか言うことないのかと思ってね、ないんでしょうね。ああすごい綺麗なんです俺、面白くなりてムカつくわな、お前ら可愛いしか言うことねえのかよ。いや右前ですみゆさんのお姉さんにね、あのね喧嘩を売ってるみたいになっちゃうんですけど、どこが可愛いんだろうな俺の。ありがとうございます。あ可愛いって言われてもね、うん、あでも可愛い顔してんねって、可愛い顔してんねってなんだよ。すがが、すがが、怖っ、CG みたいな顔じゃん。はい、ということでね、今日もね、ありがとうございました。動画楽しいんだけどね、やっぱ動画楽しいな。喋るの楽しいけど、なんか、喉痛い。喉痛い。あ、まあ動画投稿いいんだね、とことん落ちる。じゃあなお前ら、俺はもうなんだ寝たい、飽きてないんで動画、その娯楽が増えたからなんですよね、いいものがどんどん増えちゃってるから。だと時間なんすよ、環境のせいにさせてくれ。親がいるとき喋れないじゃん。うん、一人暮らししたいな、仕送りで、親の仕送りで全部完結してほしいけど。一人暮らししたらさ、なんつうんだろうな、こんな声で喋れないじゃん普通。それもムカつくしな、もう稼ぐしかないんだよな。もらうのもこじきろうかな、世界一のこじきになろうかな、もう一日で1億を稼いだこじきってね、頑張ろう。世界一のこじきになろう。こじき、こじき、たっぷりこじき、こじき、こじ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 き、こじこじき、こじき、こじき、たっぷりこじき、こじき、こじじ、こじじ、こじこじ、こじこじき、こじき。こじきまくりたい。ナマステ。はい、元気になりました。あー俺は何をしたいんだろうな。まあね、可愛いことキスしたいね。キスって絶対うまいんだろうな、キスってうまいんだろうな。キスって魚の話みたいになってるけど、キスってうめんだろうな。うん、うまいんだろうな。もうよだれが止まるわ、止まらねえ。キスして、可愛い女の子とキスしてよって、なんかその性のバグモンになってんな、セクシャルモンスターになってる。セクシャルモン、セクシュアルモンスター、どうも4代目セクシュアルモンスターでございます。あのね、私ちょっとね、まあ引きこもりでニートなもんで、あの性欲の発散の仕方があんまりね、もう一つの方法を除いてはなくてですね、まあ困っておるわけです。やばいな、キャラ濃すぎだな、キャラ濃すぎっていうかな。うーん、俺面白いのにな、早く人気になるよ。急に怒られちゃう。多分この動画は右前すみゆさんが見てくれてると思うけど、まあね、旧右前すみゆさんしか、その見てくれてる他にもいるんだろうけど、コメントしてくれないと分かんないんだよ。なんかマックレギュラー出たらしいね。エビフィレオの、なんだろうな、エビフィレオって止まれ動画。なんだ、グランガーリックペッパー。照り焼きチキンフィレオ。まあ美味しくないだろうね、照り焼きって。まあ照り焼きは普通のやつがうまいんだろうね。
エビフィレオって何が新しくなったのっていうのでつかみを持たせようとしないでくれ。マクドナルド、ミスタードーナツ、ドーナツ。あなたはうなぎ、ウォウォウォウ。ラディブルブリュート、あなたがかつて愛してた人で今はもうそうではない人に抱く感傷的な気持ち。はい、読めませんでした。英単語パンパンパン。あなたはうなぎ、ウォウォウォウ。あなたはうなぎ、ウォウォウォウ。可愛い女の子をどうやって家に呼ぶかっていう作戦を考えてました。どうしよう、でもどうしても考えないからもうね、強引にね誘拐するしかないですよねって。これで捕まんないでくれよ。ジョークだぞ、面白くないジョークだ。だから面白くないジョークってなんだろうな、それはなんだろうな、普通にダメダメなものだな。ダメダメダメ、まあ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 、まあ、置いときましょう、置いときましょう。あー、何も考えられねえねえねえ、ということでね、あの恋にうつつを抜かしたいので動画投稿は多分だいぶ落ちると思います。それは本当に申し訳ない、申し訳ない。でも僕すごい喋りたいですけどね、本当は超喋りたい、超喋りたい。空想ワンピースのことは全く喋んないですけど、飽きた。普通に空想ワンピース自体は飽きてないんだけど、空想ワンピースについて喋ることが飽きた、うん、楽しいんだけどね、なんか飽きたな。空想ワンピースはもうなんだろうね、ジアースが強すぎるんで、もうなんだろうな、もう他のね違うやつらが戦ってるワンパンマンみたいな感じに しました。やっぱ強すぎるやつと戦ってもなんかあんま面白くないんで、他のやつらを戦わしてね、それで楽しもうって言ったら、いや結構面白いんでね。弱いやつじゃないんですよ、むっちゃ強いんですけど、ジアース以外のやつが戦うことによってむっちゃ面白いんで、それいいなって思った。うん、でもさ、ブリーチの能力ずるくない？月島とかアイゼンとかさ、ずるくない？うん、まあ、ジアス負けませんけどね、うん、それでもジアス超強いですよ、超強い。パンチブーンで終わりますから。でもワンパンマンもなんか悟空のなんか4割程度らしいですよね、まあ、何の悟空かどれくらいの強さかわからないけどさね、うん、いや、なんでもないです。いや、なんでもなくないようなね。なんか、ここになんか、あれ、やばいな。あいつ来ちゃった。やばいな。すーごいお肉。ここのお肉のせいでね、滑舌が悪いんですよ。重いからね、こう、あげるときにね、普通の人よりね、あるね。
痩せたいな。どうやったら痩せるんだろうな。今日もいい天気だったけど外は出なかったから、まずやっぱ薬もらおう。精神病、精神病治そう。うん、何の精神病か分かんないけど、その前にな、もうどうせ治る気配そんなにしないんでね、親が忙しいから仕事で。あもう無理だー。なんでね、もうプチ絶望してます。いや絶望してないですけどね、どうせ今日レインボーサンダー届くんで、それ聞いてね、あの楽しいなと、それでね、いい曲だなって思うだけなんで。黄土色のサファリルック中南米あたりの探検家、星網と虫眼鏡とカメラ、探し物をあるのではなく、うんちブリ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 ブでもなんか楽し始めてるから魅力がなくなってくるのかもな。でもいいか。でももっともっと喋りたいんだけどね。だから親とって言い訳にすんなってやついたらうるせえなって思いますけど、うるせえなで解決できるんで、解決できないですけどね。そのなんだろうな、内面的に精神面では解決できるので、うるせえなで大体のことはでも解決しませんよね。ああ人気になんなくな、なんなくてもいいからお金欲しいな。まあ面白いやつになるために頑張ります。最近面白いこと何なんだろうなって考えながらね、でも喋るの楽しいんですよね。喋るのも楽しいからずっとやっちゃおうかなって思って。親とももうね喋れないですよね。親がもう聞いてくれないんで、今日もなんか貧血を言い訳に、最低な人間なんで貧血を言い訳にね、まあ、貧血だから喋れないしね、お母さん。極度の貧血らしいから、ムカつくな、病気。治せよって思っちゃうけど。だから何もできないし、料理も作ってくれなかった。いや、作ってくれるのが当然みたいに言ってて。作ってくれーって、頼みますよ、そりゃ、ね。で、まあ作ったんですよ、自分で。まずかったな。生姜焼きの豚を焼いたけど、まずい。あいつやっぱ、でも俺やっぱね、でも鶏肉はやっぱ唐揚げだな。唐揚げ、唐揚げ以外鶏肉ってうまくないけど、じゃあ鶏肉の料理、俺は今クックパッドで調べるぞ。鶏肉料理うまいのは何か、そのなんだろうな、あれだ、唐揚げよりうまい鶏肉料理って。重いな、重いんだよ。だからやめます。はい、動画一回やめて俺は寝ます。じゃあ。